左側のガクアジサイをグラデーション折り紙で作ってみました。折り紙はコメント欄からダウンロードできます。途中までの作り方は普通のアジサイと同じです。花の数は7、8個でできます。土台も一回り小さく作りましょう。土台に貼るつぶつぶはパンチで抜いて作ります。色画用紙を折って重ねて、少しずつずらしながら抜いていきます。画用紙を少しだけ切って、また抜いていきます。抜けた丸は入れ物に移します。蓋をしてよく振ってバラバラにしておきましょう。土台に液体のりをつけてそこに振りかけます。できるだけまんべんなく貼っていきます。この周りに花を貼ります。花は外側にはみ出すように花びらの一部だけを貼っていきます。これで花は出来上がりです。葉っぱは画用紙を葉っぱ型に切ってジグザグに折って作ります。組み合わせるとこんな風に出来上がりました。ピンクや水色でも作ることができます。